バーチャルアーティストのしきるめぐりと申します。普段は音楽活動とライブ配信活動をしています。しきめぐって呼んでください。さて今回はなんとラビウスワイヤレスイヤホン×しきるめぐりコラボレーションタイアップが決まりました。見て見てこのキービジュアル。夜空と渋谷の街をバックにいつもよりちょっぴりクールな雰囲気のメグがとってもかっこいいでしょ。でね、メグが耳につけているのがラディウスさんのワイヤレスイヤホン HPG200BT なんですよ。本当に夢のようなお話で、最初はスマホを50度見くらいしたんですけど、嬉しすぎてその日一日ニコニコでしたね。気になるタイアップの内容なんですけれども、コラボレーション特典として今回限定の特別仕様のメグのアクリルキーホルダー、そしてトラックメーカーのテンプライムさんとの新曲の先行視聴がついてきちゃうんです。はい、これは買った人にしか先に聞けない音源となっているので、ぜひぜひチェックしてほしいです。今回タイアップさせていただくのはこちら、ハイブリッドドライバーシステム搭載のフルワイヤレスイヤホン、その名も HPG200BT です。カラー展開はブラック、レッド、グリーンの3色展開あります。メグはレッドが可愛くて好きなのでレッドを愛用しています。ワイヤレスイヤホンなのに高音域、中低音域をそれぞれ魅力的に響かせる2機のドライバーが組み込まれています。重低音がとってもいいんですよ。大事なことなので3回くらい言いました。メグがリリースしている楽曲はエレクトロ、ダンスミュージックって呼ばれる曲が多いんですけど、重低音のドラムやベースがとても重要なのでぴったりなんです。で、繊細なボーカルなどの中高音域も魅力的に表現してくれます。超基本的なところで言うとね、コードが絡んでぐちゃぐちゃにならないっていうのは片付けが苦手なメグにとってすごくありがたかったです。正直意外に小さいイヤホンになっていて、フィット感も遮音性もすごく優れているので、どっぷり音楽の世界に没入することができます。人間工学に基づいた設計になっていて、耳が小さい女性とかってワイヤレスイヤホン外れてしまったりっていうことがあるんですけど、耳に吸い付くようなフィット感がすごくあって、そういった工夫が凝らされているので、メグにとっては初ワイヤレスだったんですけど、ストレスフリーで最初から楽しめちゃいました。あとね、そういやメグよく電話をするんですけど、ワイヤレスにして初めて電話した時に慌ててスマホをね近づけて喋ってたんですけど、相手の反応がそのスマホ遠い時と変わらなくて、ハンズフリー通話できるのかなってそこで初めて気づきました。ハンズフリーの通話もこのワイヤレスでできるので、料理をしながらとかゲームをしながらとかでも電話ができたりしちゃいます。で、感想、本当にめちゃくちゃ使いやすい、音がいいんですよ。今までなんとなくワイヤレスイヤホンに挑戦できずにいた方とかも、あとは音楽をがっつりいい音で聞きたい方にも幅広くおすすめできるイヤホンだなって思いました。ちゃんとできたかな、ちゃんと説明できたかな。はい、いかがだったでしょうか。
今回メグをねタイアップに選んでくださった理由っていうのが、メグがバーチャルと音楽で活動しているところをご覧いただいたのがきっかけっていう風に聞きました。デビュー直後からね、メグは大好きなエレクトロに力を入れて楽曲をリリースしてきたんですけれども、これまでの3作品全てがありがたいことにね、iTunes のエレクトロニック部門1位を取らせていただいたりとか、 VTuber 音楽ユニットフェスイベスですね、こちらに出演させていただいたりとかして、歌とパフォーマンスをね披露させていただいたんですけれども、そんなところもね見てくださったみたいです。嬉しいですね。これはやっぱり視聴者のね面構えの皆さんが日々盛り上げてくれたり救ってくれたりしてくれてるおかげでもあります。本当にありがとう。詳細は概要欄からチェックしてね。ということで、スキルめぐりでした。バイバーイ。今回のコンセプトは、新月、まだ誰も知らない私を君に。そこにあるのに見えない新月のように、今までのイヤホンでは表現できなかった幅広い音域を再生できる HPG200BT の魅力をぜひご堪能いただけたら嬉しいです。今回は数量限定で、ラリウス×式部巡り特別アクリルキーホルダー、そして新曲の先行視聴ができるスペシャルカードがついてくるので、皆さんこの動画を見終わったら今すぐチェックしてくださいね。